2022 J リーグ YBC ルヴァンカッププレーオフステージ第1戦、アビスパ福岡対鹿島アントラーズの一戦です。さあこの球、田中達也、ファンマがいる、そのファンマシュート打てるか、ファンマがシュート打った、バーの上、ゴールキックですね。ゴールキックです。さあ奪った福岡、山岸から前へ田中へ、これも同じような形ですね。さあチャンスになった田中達也、ゴール前にはファンマがいる、面白い、そして山岸シュート決まった、決めたのはストライカー山岸、今シーズン自身4点目をマークしました。ゴール前には樋口がいる、土井もいます、その土井に渡った、土井がシュートを守ります。福岡クルークスが激しいチェック、それをかわす安西、前には鈴木優馬いる、シュートを放った、ポストに当たります。土井翔馬でした、トンプシャでしたね今、鹿島にとっては大チャンスでした。奪った後ですよね、はい、奪った後のボールをすぐ相手にチャンスですね。さあチャンスになった、ファンマからと、これはシュートに持ち込めませんでした。ゴール前蹴るのは樋口、鈴木優馬、うん、ピンポイントで狙ってきました。チャンスになるか、泉、中に入れる、村上、さあ逆サイド鈴木優馬、オーバーヘッド、見せますね、いやー素晴らしい、このワンチャンス狙ってきます、はい、いやーどんな体勢からもこのシュートを放ってくる。そして前には染野がいます、ここで長いホイッスル、試合終了です。プレーオフステージ第1戦、アビスパ福岡対鹿島アントラーズ、1対0でアビスパ福岡が鹿島を下しました。